吉本新喜劇座員総選挙2023の結果、発表が20日、大阪、イエスシアターで行われた。座長の秋、53が総投票数852,666票のうち52票を獲得し、2年連続で1位に輝いた。なんばグランド花月で行われる吉本新喜劇祭り2023、10月8日に出演する30人の団員を一般投票で選ぶ恒例企画。連覇を達成した秋は2連覇と言ってもね。新喜劇はチームなので、チームで盛り上がって視聴率が上がったりとか、座員の営業が増えたらいいなと話しつつも、怖さしかなかった。2位、3位になったら、1年間何してたんだろうと思ってしまいますし、落ちることの怖さというか、どういうマイナスのイメージがつくのかなとか、お祭りと言いながらも、順位ってドキドキ感がありました。また1年間頑張ります、と振り返った。2年連続で総選挙1位に輝いた秋、左すべての写し、間を見る、2枚間間票 GM は12位に終わった。GM としては、女性が半分ぐら、言ってるんじゃないかな。皆さんのおかげで盛り上がったと喜び、昨年から3つ、順位を落ちたが、それだけ、みんな頑張ったと座員をねぎらった。見届け人として来場予定だった吉本興業の岡本明彦社長は欠席だったが、代わりに同社の藤原宏副社長が松葉杖をつきながら1位の半旗、法被の返還式と授与式に登壇した。司会のお笑いコンビ、テンダラーの浜本博明は何しに来たん？はじめ兄さんち、やいますよ。社長ですよ、と観客に紹介した。藤原副社長は、道の何もないところでこけた。恥ずかしすぎて、と赤面した。それを聞いた浜本は、断ったらよか、たのにと突っ込んでいた。総括を求められた藤原副社長は、皆さん投票してくださってありがとうございました。新喜劇、これからもますます頑張りますので、応援の方、何卒よろしくお願いいたしますと締めくくった。